はい、皆さんこんにちは。モトフです。ベニソーレーサー続きをねやっていきましょうか。今ね我々道半ばということで、ここがね最終的なボスだと思うんですね。今回ここまで行きたいなと思います。さあ我々ね、目の前にいるのが主人公青色ですね。そして左にいるのが相棒のロボットということです。現在ねスカベンジングということで物色してます。どっちを選びますかということで、両方ともねロボットとのね有効度を上げていく、つまりねカードを1枚ゲットできるということみたいなんですけど、3個のインジェクターのうち1個を獲得できる、これ何でしょうかね。インジェクターって下はカードを1枚取り除くということで、私が持ってるカードを取り除いてしまうのかな。スタンのカード取り除きたいよな。ただ上のインジェクターね気になるので上にしておきましょうか。さあロボットくんのまた活動カードですけど、一番右側回復ジェル、これ良さそうじゃないですか。アクションポイント1を消費して15のねガードを獲得できる、なおかつ HP をね5回復できる。このゲームね HP 回復するのめちゃめちゃ大変だから、これにしておきましょう。さあこれがいわゆるインジェクターということで、パッと見ですけどもこれがいいかな。アクションポイントをゲットできる、しかもねガードを5ゲットできるっていうのは大きいですね。さあどんどん行きましょう。そうしたらば再編成、またねヒットポイントとか上げられますけど、ヒットポイントはね幸いね満タンなので、カードにしてもいいし有効度上げてもいいな。有効度上げておきましょうか。つまりねさらにカードをゲットするということだと思います。あ、これいいじゃない。アクションポイント0で暴走プロトコルね、これねアクションポイント1ゲット、ただしウイルスを1枚ね追加する、ちょっと厄介だけどこれもねいいでしょう。ウイルスカードもね使い方によってはねいいですよね。さあどんどん行って、次が敵か。さあ戦略を練りましょうということで、1ラウンド目でねカード1枚追加、もしくはカード2枚追加してどれかを2枚捨てるか、なかなかのいやらしい選択だな。上にしておきましょうか。純粋に1枚ね多めにしておくということですね。ただ HP はちゃんとしておきたい。わあスタンがあるな。ここにスタンがあるのか。撃退したらば1枚ドローできるっていうこともあんだよな。ただこれウイルスが4の時だ、ウイルス段階ね。ここはちょっと冷静になりたいな。15のヒットポイントを得る、今ちょっと早いけど、いやこれ やっとくか。この2つちょっとやっておいて攻撃をするかな。大虐殺だよな。とりあえずこいつ行きましょう。パンチしておいて、大虐殺これかな。よいしょとして、こいつよいしょと一人潰しておきましょうか。さらにこれいけるんだけど、どういう感じ。何にもやっぱり起こんないよね。でスタンは何も使えないので次行きましょう。とりあえず初回は大丈夫かな。撃ってきた撃ってきた、危ない危ない危ない。あ、3食らった。あ、しかも一人追加、何どういうこと。今回は大変そうだな。銃獲得しておきましょうかね。で大虐殺と行こう。ちょっとこいつが強いので、こいつを先にパンチしておきましょうか。はい、パンチしたと。そしたらウイルス来ちゃいますよね。手札にウイルスあればそれを捨てて攻撃追加できるよと書いてありますって。これやるかな。ただこれもいいよね。手札から1枚捨てる。そのカードがウイルスだとガード5。これちょっとやっておきましょうか。ね。これでウイルスでしょ。よし。しかも周辺に攻撃与えた。で、これで15か。もうちょっと行きたいけど、こいつ殺しておきましょう。ね。そして次です。私ちょっと食らっちゃうかもしれない。うわっと。ちょっと食らった。うわ、来た。どんどん来るんですけど。これちょっと大変そうだな。ランダムな敵1体に7のダメージを与える。ウイルス1枚につき1回ね、攻撃繰り返すと。5枚ぐらいあったら5回繰り返すということか。これはちょっと慎重にならざるを得ないけど、これにしましょうか。全員に攻撃ね、ダメージ与えて、私ね、ガード8ゲットですね。これいいと思います。そして8、とりあえずゲットしましたよね。さらにもうちょっとガードがし。今回はガードで逃げるかな。いや、これ厳しいもんな。ちょっと今回はごめん。ガードで逃げましょう。かなり攻撃食らっちゃうと思うんで、ここは耐えていきます。よいしょ。よいしょと、はい、耐えた。ね。そしたらば、続いて、ターゲットが遠方にいる場合、15のダメージ与えつつ、いいね、いるよ。奥にいますよね。こいつ与えて15のね、ガードゲットしておきましょう。とにかく HP 大事ですね。そしたらば、こいつをやっつけておくか。よいしょと、やっつけておく。そしたら、怒りカードゲットできそう。その前に暴走プロトコルだ。これでアクションゲットで、不安だよね。15だと不安だから8プラスして、この怒りもやっておきましょうか。そしたらば来るぞ。よいしょと。わあ、強い。わあ、強い。
じわじわ与えられてるんですけど、これやっておきましょう。はい、アクションポイントさらにゲットした。ウイルスカードも来たぞ。そしたらば、山札から武器カードを選びドローする。そのカードはコスト減少する。これか。やっておくか。不意打ち。不意打ちでいいか。不意打ちにしとこう。あ、来たぞ。山札からね、アクションポイント減らしてこっちに持ってきたっていうことだ。うん。これで14ですから、こいついこうかな。よいしょとパンチしつつ、5か。もうちょっと行きたいな。これ行きましょう。怒りって、とはいえですね。とはいえなので、そうだな。純粋に8プラスしとくしかないか。ね。13でしょ。こいつ倒しておけば13ぐらいでいけそうな気がする。そうだよね。よいしょとやっておきましょう。まだ2あるから、こいつボコボコにしてもいいかもしれないな。ボコっておきますか。あ、ダメだ。ちょっとボコれない気がしてきた。やばそうだな。これ13あるからいけるよな。よいしょと。はい、14与えてみた。さあどうでしょう。あ、2減ったよ今一瞬。大丈夫かな。うん。そしたらば8ゲットできるウイルスカードがあるんだよな。手札にウイルスカードがあればそれを捨てて、あ、出た。この攻撃ができるな。やっとこうか。よいしょ。いけてる ?33。いけてないね。うん。これとりあえずやっとく。そうしようか。あ、手札にウイルスカードあったらこっちも良かったかもしれないな。どうしようかな。いや、これやっとくか。ね。ちょっと防御しておきます。今回のターンは。そして暴走プロトコルでアクションポイントを増やしつつ、これを使って、よし、大虐殺しつつ、慣れてきたね。あとはですね、我々としてはアンカー。あ、これ、アクション1個増やして、あ、いけそうな気がする。ウイルスあるから、これでダメージ与えて、もう一回ね、手札1枚捨てて、そのカードがウイルスだといいよって言ってるから、こうしておいて、ガード増やす。はい、やっつけた。やってった。そしたらば、我々に良い効果のね、バフですね。アンチコルムを手に入れることができますと言ってますね。ラウンド開始時に HP が20以下の場合は50のね、ガードがゲットできるか。なんかこういう状況ってないと思うんだよな。となると、そうだな、この高潔な忍耐いいかもしんないな。ターン時に私がね、要は攻撃しないと、私は防御15を得ると書いてあるね。完全防御といったことでしょうか。さあ、ガンガンいきます。次は回復かな ?10 ね、欲しいんですけど。うん。最大値を上げるっていうことができると書いてあるな。上はインジェクター系か。有効度上げておきたいから、こっちにしておきましょうか。ね、回復じゃないけど最大値は上がりました。そして、このカードもゲットしました。さらに有効なので、どうしようかな。同じようなカードになるのかな。うん。山札から2つのね、攻撃カードを選び、消去する。恐ろしいね。そうすると、2つのカードを山札に加える。ただこれ、アップグレード可能ですと。なかなかトリッキーだね。山札から攻撃カードを選び、ドローする。そのカードはコストが1枚減少し、あ、これいいね。ただで使えるよっていうような感じになるんでしょうか。さあ、そして続いても多分スカベンジングだから回復とかができそうだけど、有効度さらに上げておきましょう。どんどんいいカードね、ゲットしていった方が良さそうな気がする。はい、そしたらばこれいこうかな。山札からね、さっきの話ですけども、2枚消去して、なんかこれアップグレードした方が強くなりそうですよね。これにしておきましょう。さあ、どんどんいきます。そしたらば、お、ちょっと大きそうな敵じゃない?今回、やばそうな気がする。略奪、3個のインジェクターのうち1個獲得と書いてあるけど、どう考えても下の方が敵強そうだよね。上にしておきましょう。うん。こいつだけ?お、100? なかなかやばそうだ。まずは防御しっかりしておきたいけど、これは防御じゃないな。早速攻撃カードを選びっていうやつだ。うん、でも攻撃カード持ってる。あ、これ持ってるな。あ、そうか。これでさ、やっておく。あ、違う違う。これ山札のね、カードですね。どうしようか。山札カードとして、こっちに持ってくべきは、これかな?追加攻撃。これ16強そうだから、これをね、持ってきましょう。そして4あるんだよね。とりあえずこれで0攻撃。これも0攻撃で71に減らすことができた。あとはウイルスカードがないからこれ微妙なんだよな。ただ近くのね、ランダムな敵にね、20の攻撃を与えると書いてあるんだよな。とはいえ、一応全部ね、スタン以外は使う予定だとは思うんだけど、これ言っときましょうか。ね。回復5できた。ラッキーですね。
さらにこれやっておく。ただ遠方の敵がいる場合ね、ガードがね増えるよって書いてあるんだよな。とりあえずこれ先にやっとくかね。そうしましょう。さあカード捨てる。スタンのカードを捨てておきます。そしてもったいないけどこれで15ですね。36まで減った。結構頭使うね。そしたら向こうから来たけど全然怖くない。36か。サクサクとね行きたいけど我々のアクションポイントは3しかないのをちゃんと考えておこう。とりあえずこれだね。8のガードポイントゲットしよう。さらに8のガードポイントゲットして思いっきり行きましょうか。うん。そして今16、これでまだ大丈夫じゃないの。あと微妙にやっぱり食らっちゃうか。ちょっとはみ出たね。そしたらばウイルスカードがあればいいやつだよね。あー8か。どうしようかな。山札からカード選ぶ。0だからやりましょう。なんかいいやつがないかな。これウイルスカードじゃないと厳しいよな。怒りゲットしておきましょうか。これで12を与えつつ怒りカードをゲットして、さらにねゲットして、これだ、10でフィニッシュです。よしよしよし。161ヒットポイントですね。若干減っちゃったのが気になるけど。さあ何をゲットしますかということで、そうだなぁ、あこれもいいね。13のガード。ただねこっちは17のねガードですね。しかしながらウイルスカードを持ってるとね、敵にねこの怒りを2与えてしまうと言ってるか。ウイルスカード持ってなければいいからゲットしておきましょうかね。なかなか複雑なルールな気がしてきますよ。さあそしてたらばどうしますか。 HP10 回復しときたいね。ここはちょっと10ですよね。うん、迷わず。さあそしてどんどん行くぞ。次も回復系かな。そうだね、 30% 回復。わあどうしよう。3枚中1枚アップグレードする。有効関係ガンガン上げておきますかね。ガンガン開けておきましょう。アクションポイント増えるからこれやっとこうか。ただねウイルスカードも増えるとさっき書いてあったな。さあそしたらばここでボスですね。わすごいボス。議会、どういうこと。議会、こいつら議長なんでしょうか。これは怖い。どうやってやっつけるかっていうか、やっつけられそうな気がするな。これ1枚やっといて5にしておきましょう。アクションポイント5、これでガードを固めておく。あとはこれでガードを固めておく。まだアクション3ですね。ガードは16になりました。でいきなり攻撃というよりかは怒りかな。怒りパンチ、こいつからいきましょうか。で怒りカードゲットします。ほう、回復ジェルですね。5回復できる。これは我々にとってありがたいからやっておきましょう。そしてここでやりたいけどウイルスカードをドローすると書いてあるけど、これいく。ドローしても消えちゃうんじゃないの。ちょっとやっとこうか。よいしょと。あ、来たね。大丈夫だよね。消えちゃうよねこれは。よいしょと。こいつ集中攻撃だけどいいのかな。よいしょと。はい、3人いるからやばいやばいやばい。ちょっと怖い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 。でもガードでねなんとか防ぐことができました。引き続きドイツ攻撃する。一番弱いやつ攻撃していきたい。こいつやってたんだっけ。あれなんか回復してるような気がするけど、ただこれウイルスカード持ってるとね攻撃力増えるパターンだな。ウイルスカードを追加するってこれ書いてある。これは4になった時にドローだよなこれね。うーん、山札から武器選んで、あこれか。やっときましょう。山札から2枚選ぶんだよね。どれを選ぶかな。これ強そうだよね。アップグレードできるって書いてあったよな。これを選んで、じゃあこれも選んどこうかね。どうなった、どうなった。ちょっとよくわかんないけど、まあこれが来たね。そしてこれは特になんか意味をなさそうだけど、やっても意味ないんだよな。あとはそうだな、これ15獲得できる。これ大きいんだけど、遠方か。遠方の時ちょっと今回やばいぞ。ちょっと待って、ちょっと待って、なかなかガードがなくなってきちゃった。やばいな。これも遠方の場合我々遠方に行けない。そういうことか。これやってもしょうがない。ただねこれね2の消費だ。これちょっと気をつけなきゃいけないですね。1の消費でここら辺行くしかないかな。そうですよね。これとりあえず行っときましょう。よいしょと。ウイルスカード追加されないか。山札にされてるね。そしてこいつ行きます。こいつでニョキニョキニョキパスとやっておきます。今回はねガードがない。ボコボコにされそう。うわやばい、うわやばい、えぐい。これはえぐい、これはえぐい。真ん中のやつ先にやっつけておきたい気がしますね。そしてさらばスタン来たか。皆殺しでガード上げておきましょう。とりあえずだけどこいつだよな。ウイルス来たな。ウイルス来たらいいやつあるかな。手札にウイルスあればのこれか。これをやっておくか。
これぐらいしかないかな。ウイルスね、手札のウイルス全部捨てるみたいな書いてあるけど、こっちだよな。よいしょと。いやーガードが来ないな。全然ガードが来ない。そしたらば我々としてはこれか。13のガードね、これにしておきましょう。そして次か、23。いやこれはみ出ちゃうな。うわ怖い。うわすごい、味方にも当たってたと思うけど、あ大丈夫大丈夫大丈夫。うわなんとかギリギリ持ちこたえてる。さあそしたらばウイルスカードがないからこれいけるね。17、一気に17にしておきましょう。これ何ラームって、初めて見たんだけど。近くにいるランダムな敵1体が、怒りを1獲得する。ただし我々ね、カード1枚ドローすると書いてあるな。ちょっと嫌だな、怖いな。これとりあえずやっとくでしょ。でこれやってカードを選ぶ。これ強そうだからこれを持ってくる。アクションポイント2失うのは絶対嫌だな。これをやっておきたいな。よいしょと。パンチね、結構強いね。アクションポイント2は本当にやめてほしいんだよな。そしたらラームにするか。よいしょと。はい、1枚ゲットする。うわもうこれ失うしかない。よいしょと。17ある。残念ながらもうね、手持ちはないから次いきます。さあウイルスが4に溜まってきたぞ。3以上とかいろいろあったよね。なんかボーナスついてるやつがあるから、ちょっとそれをそろそろやっていきたいんだけども、とりあえずこれか。よいしょと。よし残り3だ。こいつ3ですね。そしたらばと思ったら攻撃カードがないか。1枚ドローしておきましょう。はい、なんじゃこれ。2枚ドローできると言ってる。はい、そしてなんだこれ、なんか変なのがどんどん増えてるんだけど、これひょっとしたら敵の影響かもしれないですね。ここは慎重にガードを増やしていきたいところなのですが、31か。うん、はいはいはい、大丈夫そうかな。ちょっとはみ出る。ちょっとはみ出た。あいつ回復しだしてる。やばいな、あいつを。遠方だからこれで15ガードもゲットしつつ、ウイルスないからこれもゲットしつつですよね。ランダムな敵がどんどん強くなってくるんだけど、これで1枚。やっぱりあいつのカードがなんかこっちに影響を与えてるぞ、明らかに。30だから大丈夫そうだ。あー食らっちゃうな。結構強い。そしたらこいつかな、こいつやっていきましょうか。そうだな、ウイルス全部捨てるとか書いてあるけど、一旦これで13ゲットしておきましょう。2失うのは絶対に嫌だよね。それ以外ウイルスカードがあればそれで追加か。ウイルスカードないからもういいや、とりあえずこう行きましょう。そして1か。1の場合これやっちゃった方がいいのかな。やっちゃいましょう。そして次です。食らうかな。うわ食らうな。バンバン食らってくる。さあウイルスカードも来ましたよと。これで1枚追加しておきます。コバルトのサージ、これでアンカー1枚追加ですね。うん、そして我々8か。ウイルス、ガードが8でしょ。そしてこれ遠方の敵ね、これがあれね。よいしょと。はい、遠方の敵じゃないけどこれやっておきましょう。そしてはい、パワーアップしてウイルスも消化しておきましょう。今ウイルスポイント5ですね。16か。食らうぞ。これまた微妙に食らうような。あ、大丈夫だった。よしよしよし。さあ、そしたらば、これをやって、これゲットしておきます。そうだよね。そして手札の中からランダム1枚消去。いや、ちょっと嫌でしょう。2枚ドロー。これ2枚ドローしとく ?2 枚ドローしとこう。さあ、そしたらば、これでアクションポイント1個ゲットですね。ウイルスがどんどん上がってきてる。そして、これ0だから迷わずこうか。ね、そうですよね。でウイルスにつきまた1繰り返すだからこれやっとこうか。よいしょと。どう、もう1回やった、なんか2回攻撃してくれてる、どうなんでしょうか。そしてあとこれか。やっておいてこれでウイルスを消しちゃって皆殺しのこいつを攻撃ということで、ウイルス来たね。さあ16、またいい感じになってくれるといいけど、うわ微妙に若干食らいましたと。はい、ウイルス増えてきた。やばいやばいやばい、ウイルス増えてきてるよ。手札のウイルスすべて消すことができると書いてあるからこれにしとく。そうしておきましょう。はい、消えた。そしたらばラームですね。敵一体に怒りを1やるというやつだな。ランダムな敵は、うわ敵にいいのばっか。不意打ちか。不意打ちしとこう。よいしょと。はい、そして怒りに任せてウイルスないけどパンチということで、はい、もう一回やってアクションポイント増やしていきましょう。浄化とかいろいろあるよ。お、すごいな。これやっとこうか。ドローできるし。ね、やっておきましょう。よいしょと。うわ、どうだどうだ、なんかすごいぞ。あ、やった。やりました。
しかも私6。いいね、行きましょう。ガツンと行って、こいつもガツンと行きましょう。どんどんガツンガツン行こうか。ね、そしたらば続いて手札ウイルス。よしよしよし。これで行きましょう。1枚捨てる。はい、26になった。そしてウイルスがあるからまだ攻撃できるよ。よいしょと、77ということで、いいね。うん。そしてこれも消化しておけばいいのかな。そして行きます。26のガードだから大丈夫ですね。我々の流れになってきつつありますよ。この敵もようやくやっつけられるんではないでしょうか。これ行くかな。遠方じゃないけど、これ行きましょう。よし、やっつけることができた。なんとか勝利ですね。やった。そうすると新しいね、アンチコルムをゲットできるということで、マイラウンドね、ガード4、これいいですね。迷わずゲットしておきたいところですね。ただ若干ね、ダメージも食らうみたいなこと書いてありましたけど、さあ、フロア1をね、クリアすることが無事できました。今ね、フロア2という段階ですね。続きがね、見たいと思う方いらっしゃったら、ぜひいいねボタンでお知らせください。またね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは。Heading for the East Coast tonight. So pack your bags and hold on tight. Cause we're taking off. Pack, pack, here. Drag you in. Pack, pack, here. In. Drag you in. Pack, pack, here. In. Can't get back to coast. Hold back there in. Run away with me. We're on the way to New York City. Take my hand and see. Manhattan never looked so pretty.